はい、じゃあチャイムをね、鳴ったんで授業始めていくよ。はい、みんな席ついて。いやー、授業始まったけど、そんなことよりお菓子が食べたい。よし、こうなったら授業中にバレずにお菓子を食べるいい方法なんかないかな。あ、そうだ。はい、今回はね、アメリカ軍の装備についてちょっと勉強していくよ。よし、今回は涼しくなってきたから、このネックウォーマーを使う。よし、これをつけて、あとはタイミングを測って。はい、そしたらここちょっと大事なんで、しっかりとね、ノートに書いといてください。今だ。ここマジで大事だからね、しっかりと覚えといて。今だ。ここマジで大事です、本当に。しっかり書いといてね。ネックウォーマー隠し作戦。これからの寒い季節によく使われるネックウォーマーをうまく利用したやり方だ。ネックウォーマーで口元を隠せるため、先生からの視線を遮断することができる。成功率 87%。 よし、こうなったら授業中にバレずにお菓子を食べるいい方法なんかないかな。あ、そうだ。今回はこのプッチョを食べよう。オッケーね、これで1950年代終わりです。あ、先生、そこの漢字なんて読むんですか。あ、漢字どれだ。今だ。これは憂鬱って読みます。あ、先生、あとその左下の漢字もなんて読むんですか。あ、もう一個、あ、もう一個、はい、どれだ。左下のこれかな。これはね、ひったかって読みます。ありがとうございます。読めない漢字作戦。読めない漢字の読み方をひたすら先生に質問し、隙ができている間にお菓子を書き込むやり方だ。バレる可能性が高いため、あまりおすすめはできない。成功率 54%。 よし、こうなったら授業中にバレずにお菓子を食べるいい方法なんかないかな。あ、そうだ。よし、今回は制服だからこそできるこのネクタイを使う。よし、そろそろ食べるか。はい、そしたらここちょっと大事なんで、しっかりとね、ノートに書いといてください。今だ。よし、ここマジで大事です、本当に。しっかり書いといてね。で、これ本当に大事だから、これもしっかり覚えておいてほしいんだけど。オッケー、全然バレてない。ネクタイ裏潜伏作戦。ネクタイのある学校ならこの作戦を有効に活用することができる。薄くて長い形状のお菓子をネクタイの裏に貼り付け、先生が見てない隙に食べる。万が一バレそうになってもそのまま戻せば完全勝利。成功率 92%。 よし、こうなったら授業中にバレずにお菓子を食べるいい方法なんかないかな。あ、そうだ。授業も始まったことだし、早速片揚げポテト食べるか。はい、続いてね、1970年代に登場したギリースーツについて見ていくよ。はい、ここにも書いてある通り、自然の景色とね、もう本当に見分けがつかないくらい精巧に作られてます。田中、それ何？お菓子食べてる？あ、ごめんなさい。今授業中だよ。だって授業中にお菓子食べちゃダメじゃん。あ、そっか、学校のルールでお菓子食べるの禁止でしたよね。あれ、待てよ、あれ、待って、あれ、あ、も、あ、もしかして？まあ、この学校生活、友達とかもたくさんできて楽しかったんですけど、これ待って、これ来たんじゃないの？うわ、久しぶりじゃん。やっぱり授業中にお菓子は食べたいです。来た来た、絶対そうだ。これ授業中にお菓子を食べたい、食べたいけど、でも、それでも学校のルールでお菓子を食べちゃいけないのなら食べちゃダメだよ、ルールで決まってるんだから。この学校、来た来た来た、うわ、久しぶりじゃん。これ来るよ来るよ来るよ。やめます。来たー。模様ほとけー、模様ほとけー。ナイス。